問題があっても自分は幸せで生きていけるんだっていうのを気づ、それどのぐらいお金の価値があると思う？何億円の価値があると思う？これね、引き寄せ系になるので、引き寄せの法則とかそういうのが好きだったら、ぜひですね最後まで聞いていただければ嬉しいです。でこれがね、初めてこの僕のチャンネルを見ているんだったら、僕は毎週の、月曜日の朝6時半からちょっと早起きしないといけないんだけど、ライブやってるので、ぜひね一緒にライブに参加していただければ嬉しいです。すごいいいコミュニティでね、6時45分から瞑想もやっているので、今月は6時45分から瞑想やっています。 Alright, so let's begin ね。やっぱりね、自分の人生を良くしていく、収入を上げるとか、住んでいる環境をレベルアップしたいとか、自分の仕事のレベルアップしたい、ね、もっとできる人になりたいっていう風になると、絶対出てくる問題をチャンスとして見て、で問題からソリューションを作っていくっていうプロセスを、これを何年も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 繰り返す必要があると思いますね。どういうことかっていうと、例えばね、歩いてて壁に当たりましたと、わかる？で、この壁が問題だとしたら、この壁を乗り越えるっていうことをしないと、絶対次の問題に出会えないわけよ。ね。だから自分をレベルアップすると、絶対次の問題と出会うから、問題が問題じゃないんだよ。あなたがどうやってこの問題と向き合うのかっていうのが問題なんですよね。で、どういうことかっていうと、必ず問題は出てくるんだよね。で、もう一つ必ず起こることは、絶対問題とぶつかるっていうことなんですよ。もう一回言うね。問題が出てきて問題とぶつかる。ね。この壁に当たってバーンってやって鼻血が出るっていうのは絶対起こることなんだよね。っていうと、問題は悪いことではないんですよ。みんなに起こるから。だからそこまでビビる必要はないんだよね。で、問題が怖いのはあなただけじゃなくて、僕も怖いし、地球全員の人が問題に怖いのよ。ね。ね、まあ多分ね、3人ぐらいね、もう進化している人間とかいるらしいんですけれどもね、噂によるとね。でポイントはですね、ね、自分のレベルを上げたいんだったら、この問題が出てくる時に、この問題をチャンスに変えることができるかできないかによって自分の成長が変わっていくと思うんですよね。この壁に当たって、うわ壁がでかすぎる無理って言って、壁が怖くて逃げるね、でちょっと自分はここに行きたいんだけど、分かる、必ず問題が出てくるからね。でこの壁を見た瞬間に、いや殺されるって言って逃げてて、わーってやってると、何が起こるかっていうと、自分のレベルを上げることができないね。だからずっとこのレベルの人間になっちゃうわけよ。ずっと今のレベルで続くんだよ。それ嫌でしょ、それいい嫌だよね。っていうことは、これを上げないといけないわけよ。じゃあどうするっていうと、答えが問題にあるわけよ。問題を解決する、問題をクリアする、どうやってこの問題を解決していくんだろうね、これヒントだよ、ノート取ってね。どうやったらこの問題を解決できるんだろう。他の人はどうやってこの問題を解決したんだろう。他の人でこの問題に当たった人はいるのかっていうのを考える、ね、他の人でこの問題をクリアしたはどこにいるんだ。そういう人は本書いてるのか、ブログやってるのか、 YouTube やってるのか、映画作ってるのか、分かる、どの国にいるのか、その国はどの言葉を話してるのか、その言葉は Google 通訳で理解できるのかとか ね、まあ、ポイントは、ね、この問題が出てきたら、次のステップがソリューションを考えていくっていうプロセスがあるんですよね。普通の人は問題が出てきたら朝から夜まで問題のこと考えてるわけよ。あれ嫌だよね、ああいうこと壊れちゃう、本当に怖いわ、この問題が出てきて、あね、お金の問題かもしれない、恋愛の問題かもしれない、体の問題かもしれない、わかんない、どんな問題でもいいんだよね。仕事が不安とか、ね、転職が決まらないとか、わかる？転職が決まらないっていう不安があって、今度転職が決まったら、今度会社の中で認めてくれないっていう不安が出てくるから、絶対不安は続くから大丈夫、わかる？それ約束できるよ。自分を変えていかないといけないんだよね。でポイントはね、ここなんですよ。問題が出てくるからね、ポイントは問題にそこまで時間をかけないね、問題にかけるエネルギーは 5% から 10% で結構です。なんか本当に特別なプロセス、スワットとか、ストレングス、ウィークネス、いろんなことを考えたりとか、いろんなね、そういうなんかビジネスのマネージメント
的にそういうことで問題を超集中して考えるミーティングとかだったらそういう時は別なんだけど、普通の時はそこまで問題に時間をかけなくていいの、ね、どこに問題をあの時間をかけるかっていうとプロセスなんですよ。どうやったらこの問題を乗り越えることができるのかって。で、わかる？問題は怖えんだよ。で、この問題が怖えっていうのはみんな同じなので、問題にビビってるとこの問題が怖すぎてクリアできなくなっちゃうから、もういい加減に怖いんだけど問題を考えていくっていう風に自分で自ら進んでいかないといけないのね。で、これは誰かがあなたの手を持って一緒に問題を考えようっていう風になってくれたら最高なんだけど、多分そうできる人はすごい少ないと思うんだよね。まあ自分のコーチとかセラピストにお金を投資するっていうのはすごいいいと思うけどね。でもポイントは自分で自分のコーチングをしてあげて、問題は怖いよだけど、ここでマインドトレーニング、あのマインドフルネスやな、メンタルトレーニングとか、感情を感じるんだけど自分に必要な行動をとっていく。例えばお金の問題っていうのがあって、本当にお金で怖くなっちゃったらお金を考えるだけでビビっちゃうと思うんだよね。でもそのビビりを感じているんだけど、どうやってお金のソリューションを見つけていくのかっていう、例えば検索エンジンでお金について調べていくとか、本屋に行くとか、怖いんだけどそういう行動をとっていかないといけないわけよ。で、これを繰り返していくと自分が怖いことに慣れていくのね。で、慣れていくと怖くないわけよ。で、今度別の問題が出てきて、これが全く新しいような感じで出てくるから、またビビって、でそこまたそこで慣れていくと今度問題が怖くなっていくっていう感じで、今度何が起こるかっていうと、新しい別の形の問題が出てきても別の過去の問題をクリアしてたからできるんじゃないとか言って自信を持って笑顔で取り掛かっていくことができるんだよね。または問題が出てきたら、いやこの程度でよかったよ、ラッキーやな、本当にこの程度でよかった、よしじゃあどうしようか、これが起こらないためにって言ってもうソリューションを考えていくっていうことなんですよね。なので僕のおすすめはエネルギーの 10% は問題について考えるのは大切だと思いますね。で、これは頭で考えるんじゃなくて絶対紙に落とさないといけないからね。頭で問題を考えていると不安的な感情を感じることが多いんですよ。でもその問題に名前をつけて、なぜどこでいつ起こったかっていうのを考えると、キャー悪いことが起こるから、あ、このような具体的な起こるとこういう結果になったんやなって、じゃあこのアクションを変えたら良くなるんじゃないって、リアクションが変わってくるんじゃないとか考えていく、ソリューションについて考えていくことができるんですよね。で、ちょっとねこれおまけなんですけれども、ぜひですねこのね、その問題、例えば1時間あって問題について考えるのが10分とかね、 5% とかね、 10% でね、本当に5分から15分とか問題について考えましたってね。で、ソリューションを考えるって、でここでちょっとアドバンスで、ちょっとねこれ慣れてない方は変やなと思うんだけど、この1時間が経った後、ソリューションを考えた後に何をやっていただきたいのかっていうと、ソリューションがまだ現実になっていない、まだソリューションが見つかっていないかもしれないんですけど、ちょっと自分に嘘をついてもうソリューションが見つかったっていうふりをしてもらいたいんですね。これはちょっとアドバンスで別にしなくてもいいんだけど、引き寄せの法則とか、ぜひちょっと長いね引き寄せの法則ベーシックトレーニングっていうビデオがあるんで、それを見ていただきたいんですけど、この引き寄せの法則っていうのは結構科学的にリアルに証明できることだと僕は思うんですよ ね。でちょっとこの怪しい感じもあるんだけど、ちょっとここはそのもうソリューションが見つかってうまくいっているっていうふりをするのね。でそうすると何が起こるかっていうと、自分になんか嘘をつくみたいな感じなの、自分を騙すっていうことなんですけど、そうするとなんか自信とかもついてくるし、ひらめきのすっげえアイディアとかが降ってくるわけよ。ね、ここで 何をやってるかっていうと、ね、ちょっと心理的っていうか、まあ、ちょっとねどうなるかわからないんだけど、この問題が見つかるんだ、大丈夫なんだ、ソリューションが見つかってこれうまくいくんだっていう、そういうふりかもしれないけど、そういうことを本当に考えていくと、いろんなソリューションのオプションが見えてきたり、これが絶対学べることあるよねって言って、問題がチャレンジに変わって、今度ちょっと問題がちょっとワクワクすること、よしこれをきっかけにして絶対勝ってやるぜみたいな感じで、エネルギーも自分のエネルギーを引き上げて、自分を引き上げることもできるようになってくるんですよね。だから本当にこの自信を欲しいんだったら自信がついたふりをしなさいっていうことわざがあるでしょ。これは結構深いんですよ、結構深いんですよね。本当に緊張しているんだったら緊張していない人のふりをすればいいわけよね。これ本当にデートで誰か可愛い子を誘いたい時にね、緊張してたら絶対誘えないから、緊張してないふりをしてたらね、その彼女もわからないわけよ、ね、ちょっと今のは恋愛の横の話なんですけどもね。 Alright, so that's very important. Okay, so when the problem comes,
Think about the problem. Don't spend more than max 15%. ね、マックスで 15% 以上の時間を問題にかけないで。本当に会社のミーティングとかで1時間ずっと問題のことを話してたら、そこからソリューション出てこないよ。本当に。みんな中にどこにフォーカスしてるのかっていうと、みんながこれは問題でやばいなっていうところにフォーカスしてるんだよね。そこにフォーカスするんじゃなくて、もううまくいくんだっていうところにフォーカスするわけよ。そうすると自分のムードをポジティブに保つことができる。崩れないんだよね。もちろん周りの人は崩れなさい、これは問題だからもっと泣きなさい、もっと困りなさいとか、そういうね、なんか昭和的な考え方を言う人もいるんだけど、そういう人たちは別の部屋にいるからね。どういうことかっていうと、ここにビルがあるとして、アッパールーム、ミドルルーム、ローアールームっていうのにあるようにしようよ。で、アッパールームは本当に幸せでうまくいっているね、本当にお金で買えない価値とかっていうのを味わうことができて、お金で買えない幸せなこと、ね、健康とか美しい世の中とか、好きなことを仕事にするとか、ね、その好きなことで生きていけるんだっていう自由だよね。インディペンデント、怖い人断っていいんだとか、お金で買えないとか、ね、本当に幸せっていうのはお金で買えないよね。そのアッパールームっていうのがあるんだよね。で、ミドルルームっていうのがあって、ローアールームっていうのがあって、ローアールームはもう永遠に低いところに行けるんですけど、そこになんか怒っている人とか、ね、不安の部屋とか、いつもなんか、ね、怖い上司とか怖い部下とか、気持ち悪い、ね、部下とか社長とかいるやろ、本当になんか怒っててとか、ね、そういう別の部屋にいるのよ、ね、自分がもし上の部屋にいて、自分の周りの人が下の部屋にいたら、自分がそうやって階段を降りて下の部屋に行かなくていいわけよ。逆にここは自分のムードを保つ修行ができる場所なんだよね、道場なんだよね。ネガティブな人が周りにいるとラッキーなのよ。 You can practice、 練習できるんだよ。で、ネガティブになったって言ったら、ああ、ネガティブになったってまた戻ってきて、で、幸せなところにフォーカスして、焚き火の法則使って、ちょっとずついいことを考えて、その炎を大きくしたら、ああ、温まっていって、よかったねって言って、ね、そうやって自分の感情をキープする。自分の感情がポジティブだと、自分の発言がポジティブ、自分の行動がポジティブになる。自分の発言がポジティブだったら、何が起こるかっていうと、ポジティブなリアクション。ね、アクションに全てにリアクションがあるでしょ。ニュートンの3つの法則をよく考えるとね、そういうニュートンも言ってるわけよ、ね、何かをやると絶対同じイコールなリアクションが来るわけよ。この宇宙はエネルギーを出すと、だからネガティブなことをやるとネガティブなことが戻ってくるのね。なんか気に入らねえなことを言われて、おめえそんなこと言うなって言ったら、ね、その人もまた怒って、そのエネルギーがまたもっと戻ってくるわけよ、自分にね。でもネガティブなことを言われても、それをポジティブに捉えれるようにして、ポジティブにやるともっといい感じで戻ってくるっていうことなんですよ、ね、でこれで自分の人生を変えたいんだったら、自分の発言と自分の行動はポジティブがベースになっている。その行動の燃料、発言の燃料が愛から来ている。 Love、 Positive、 ワクワク、 Happiness、優しさから来ていることを言っていると、それが自分に戻ってくるのね。そういうものなんですよ、この星は、ね、ネガティブなことを言っていると絶対もっとネガティブな人が寄ってきたり、ネガティブなことが起こってくるのよ、ね、これ試さなくても分かるでしょ。ポジティブも同じなんですよね。なので、この最初は問題について考える。分かる？問題があったらこういうふうにやろうっていうアイデアが絶対浮かんでくるのね。ソリューションを見つけようって。で、ソリューションが分からなくても、もうソリューションが見つかったっていうふりを本当に1分から5分でもいいからやっていると、いろんな不思議なことが起こってくると思いますね。何が起こるかっていう、例えば問題が見つからなくても自分は幸せでいることができるんだなっていうのは、それ問題があっても自分は幸せで生きていけるんだっていうのを それどのぐらいお金の価値があると思う？何億円の価値があると思う？ね、ちょっとこの話で終わりにするんだけど、アンソニー・ロビンズっていうライフコーチ、まあコーチの話を聞いたことがある人は絶対いると思うんだよね。で、昔80年代のアンソニー・ロビンズは本当にちょっと通ってティーチャーっていう、ちょっと嘘をついてるっていうのもあったと思うんだけど、なんかトニー・ロビンズがヘリコプターからプチューって降りてくるわけよ。ね、で、スーツ着て、そうです、Hi, my name is Tony Robbins! みたいな感じで、I'm Tony!、ね、僕は6ヶ月前に本当にちっちゃい6畳の部屋
段に住んでいて全然お金がなかったんですけれども、あることをやって6ヶ月1年かな1年ね、今はあのお城に住んでますとか言って、で今度ハリウッドのアカデミー賞を取っている役者とかが、いや僕落ち込んでたんだけどトニーが助けてくれたんですみたいな、ね、他の人がいや僕貧乏だったんだけどトニーのコースを受けたらお金がいっぱい入ってきたんですって、でトニーが出てきて、いや人生は辛いよでもやり方はあるんだ一緒に頑張っていこうみたいな感じで、ね、見てって、でちょっとトランプ系な自分のビルを持つ、自分の島を買うとか自分のジェット機を持つみたいなのが1980、まあ、90年代ねとかに流行ってたんやな。で僕は前からそれちゃうやなと思ってたんだよね、ちょっとこれ違うよねって、ね、これは三方よしかもしれないけど四方よしじゃないよね。四方よしっていうのはね、あの日本のね、売り手よし買い手よし世間よしで、僕は愛よしね、天よしっていうのを入れてるわけよ、ね、この天よしがないとめちゃくちゃお金を稼ぐことができるんだけど、地球を壊したり動物たちを殺したりとか結構なんか悪いことができるんだよね。でお金を生むことができるんだけど、この四方よしにするとそれが本当にポジティブに変わってくるわけよ、やろ。でアンソニー・ロビンズの最近のビデオを見ていると本人変わってるのよね、本人変わってるのよ。ですっごいちょっとインタビューがあって、で本人もそう同じこと言ってるんだよね。They do about their own personal development. But I look at and say, if you look at your body, without that, everything else is out the door. 正直言って、ね、僕はいろんな人の年収を上げる手伝いをできましたって。本当に年収6億円とかね、そういう人もう山ほどいるわけよ。本当に億万長者に問題があったらトニーに連絡して100億円払ってコーチングを受けるとか、これ本当の話なんだよね。で、100億円はちょっと10億円とか、1億円から10億円とか払うわけよ。で、10億円はちょっとね、まあ1億円は払うわけよ。すごいコーチなんだよね。で、本人が言ってるのは、ね、本当の幸せっていうのは自分の収入の桁じゃないよって。本当の幸せっていうのはどのぐらいジェット機を持っているとか自分の島を持っているとか自分のビルを持っているとかじゃないんだよって。本当の幸せっていうのは今現実に問題があってもあなたは幸せでいることができるのかって。それはお金で買えない価値で、それが本物なんだって言ってるわけよね。ね、本人も言ってるんだよ、ね、だからよく考えてみて、ね、問題があっても他の人のせいにしない、問題があったら問題やなっていいことに変えるので、ポジティブなようにどうやればポジティブになるんだろう、分からなくても絶対そうなるようにって願ってなるんやって、もうお任せすればいいの。あなたは応援されてるんだよ。見えないフォース本当にあるのよ。フォースっていうのはね、日本 の, あのドクターでさ、ドクターやな、そのお水を氷だっけ、ね、愛してるよってお水に言うとお水のモレキュールのイメージが変わったりとか ね、ありがとうって言うと変わったりする先生がいるでしょ、ね、リンゴの先生 なんだっけ いるでしょ、わかる。このフォースっていうのは本当にあるのよ。見えなくてもあなたもわかるでしょ。嫌な人がいて、あこの人ちょっと危ないなとか、ね、匂いでわかるっていうか直感的にわかるとか、でこのようなフォースっていうのは運っていうね、自分の行動を動かしてくれるエネルギーやな、ね、こうやってあなたを応援したいエネルギーがいっぱいあるんだけど、問題がっていうところにフォーカスしているとあなたを応援したい運っていうのが入りにくくなっちゃうのね。なぜかっていうと自分は問題にフォーカスしているから。でも自分の視点をそのサングラスを外していいじゃん、いいことは他にいっぱい起こってるよっていうと、別の運エネルギー、これ本物だよ、本当にいいこと人で出るかもしれないし、本で出るかもしれないし、自然に YouTube で出るかもしれないし、映画で見るかもしれないし、本当になんか不思議で広告で流れるかもしれないし、なんかその別の情報をキャッチ、シンクロニシティみたいな感じでキャッチできるんだよね。これができるようになると人生と踊れるようになってくるの。人生を信頼していいんだ、他にいるんだってね。で人生とのダンスっていうのを始めることができて、でこれがその、ダオイズム、中国のダオ、TAO って書いてダオのミストリーやな、ね、これキリスト教だったらホーリースピリットっていうのがあるでしょ、ね、これシンクロの神様やな、ね、これ知らない人いっぱいいると思うからちょっと説明するんやけど、僕はクリスチャンじゃないんだけど名前はクリスチャンやから結構ね勉強させていただいたんですけれども、特に奇跡のコースとかすっごい勉強になるんだよね。僕はちょっとバイブルがちょっと苦手やな。そのなんか悪いことやったら神様から稲妻で撃たれるとか、それはちょっと違うと思うよ本当に、ね、
でもこのホーリースピリットっていうのはこの運の話だと思うんだよね。でそのホーリートリニティっていうのがあって、でクリスチャンの人はよく知ってると思うんだけど、パパ息子とホーリースピリット、ファーダーソンとホーリースピリットっていうのがあるんだよな。でこのパパっていうのは神様のことで、息子がイエスだけって思ってる人なんだけど、全員が息子なんだよね。でそのパパと息子、神様と息子っていうのがあって、神様どうやって息子とコミュニケーションを取るかっていうと、このホーリースピリット、聖なる霊って言われてるんだよね。でこれはまあ、じゃあちょっとね、本当に僕はあのクリスチャンではない、教会とかに行かないからクリスチャンではないんですけれども、面白いよなって思うんだよね。面白いよなって思うんだよ。で中国とかもこういうのもあるし、ね、でそういうなんていうのかな、その日本にも、ね、禅もあるし、日本 あの神社に行ったりね、神社に行ってパンパンって神様にお願いして、でもよく神社の中に入って、ね、開いてみると何があるかっていうと、鏡があって、鏡に何が映るのっていうと自分の顔だよ ね。石の神様がいるとか、木の神様がいるとか、ね、だから、ね、本当にパンパンとかお参りしているんだったら、そういうフォースもリアルにある可能性があるかもしれないから、もしそれが興味あったら自分で試してみるのもいいかもしれないよな。まあ、間違いなく言えるのは、僕は自然のフォースっていうのがあると思うんだよね。自然として自分が本当になんかガイダンスシステムが感情だと思うのね。ね、気持ちいいことに答えがあるの、気持ち悪いところには答えがないの。これは本当に自分も仕事で学んでいるのね。やらないといけないこと、他の人から認められるからみたいなことで自分の仕事をやっていったら、見事にグレー企業に入っちゃったわけよ。本当に面白いでしょ。僕24歳で数億円の、自分で会社立ち上げて、あの数億円のビジネスやってたんだよ。マジ24、25で、で27になったら見事にグレー企業にやって、月収20万とかで働いてるんだよ。認められるために大手と仕事をやった方が正しいからっていう、このなんか古いのが入ってたんだよね、 OS 的に日本に戻ってきて。で見事にそういうところに入って、他のせいにして、会社のせいにして、私は被害者ですみたいなことやってたんだけど、気づいたのは自分でそれを選んだんだよ ね。だから他のせいに、人のせいにしないとかね、この問題が出てきたらね、年収1億円になったら1億円の問題出てくるよ。あなた1億円の問題とダンスできる？その自信ある？10億円の問題とか大変だよ。10億円の問題ってね、30万の問題とは違うんだよ ね。だからそうやって成功したいんだったら絶対上に上がっていかないといけないんだよね。でどうやって上がるのかっていうと、問題を解決しないと絶対上がれないのよ。絶対上がれないでしょ、ね、問題から逃げてたら自分は成長できないから、じゃもう問題と取り組むしかないわけよ。じゃあ、ね、ポジティブに取り組むかネガティブに取り組むか置いといて、もう取り組むって決めたら取り込もうよ。で辛いから、で応援してくれる人を見つけたり、ね、こういう同じ考えを持っている人たちを友達にしたりしなよ、ね、一般的な考えを持っている人たちとお付き合いするのも大切なんだけど、こうやってマジこういう考え方持ってる人、ボン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 成功してるよ。やばいよ本当に。時間はかかるよ。すぐ変わるっていうのは嘘だから ね。すぐこれやったらすぐ成功できるっていうのは嘘だから ね。それちょっとずつ階段を上がっていくからね。なのでね、本当に問題をね、これ気づけるようになってください。今問題考えているかソリューション考えているのか、ね、でソリューションで答えが出てこなくても、もう答えが出たっていうふりしてみて、これはちょっと本当に興味があったらやってみてください。別にやらなくてもいいよ。それ危ないなと思ったら絶対それうまくいかないから、それ危ないなと思ってているのを知っているのに、これは嘘だよ。自分が成功するっていうのは成功しないっていうのを知ってるんだけど、成功するっていうのは嘘だから、それはあまりにもマッチしないんだよね。そうするとちっちゃい問題とか、まあちっちゃい問題だったら絶対ソリューションいずれか見つけるやろみたいな感じで、ちっちゃい問題からそのうまくいくふりをやってみて、でそれが慣れていくと、今度だんだんでっかいのが問題が出てきても、絶対多分なんとかなると思うよって言って、そこまで心配しなくようになるんだよね。でそうするとたまに本当にすっごい美しくて、本当に人生で笑顔で生きられる理由は、他の勝手に治ったりとか、勝手に自分でひらめきが来て、なんかシンクロ的に、あこのアイディアいいじゃんみたいな感じで、それをやったら問題が出て治ったりとか、
ね、でそうやって本当に幸せだなーってついてるやなーって、ね、どうせこの星から去っていくんやからさ、他の人たちもみんなこの星で学んでるからさ、愛を持って過ごそうよ。限られてる時間、永遠に俺たちここにいるわけじゃないよな。だからね、仕事とかお金とかいろんなこといっぱいあるんやけど、ね、まあ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 問題は 10% ぐらい で残り、まあせめてさ30から40、できれば51やな。な、問題があっても110円のおにぎりはうめえよ。な、問題があってもカルピスはおいしいよ。問題があっても美味しいもんは美味しいんや。問題があっても風の音は綺麗なんだよ。問題があっても赤ちゃんの笑顔を見ると幸せになれるんや。やな。で、この星去っていく時に問題はそこまで残らないよ。その時に何を考えるかっていうと、あの時な、あの時お金がなかったかもしらんけど、110円の笑顔ね、110円のおにぎり、涙を出して食べたのを忘れないんだよな。あの時赤ちゃんに優しく入れた時、あの時なんか問題があったんだけど、あの人とうまく接しできることは良かったって。でそうするともう一回これやってみようかなとかなるんじゃないかなって思います。それは分からないけど ね。だから大切なことにフォーカスしていこうぜ。問題じゃなくてな。 Alright、ね、このビデオが役に立ったらぜひ僕を手伝ってください。それはLikeボタンを押していただきたいんですよね。ちょっとめんどくさいよね、ビデオを止めて、ちょっと特に携帯とかこうなってるとこうやらないといけないから大変なんだけど、もしそれをやっていただければ本当に嬉しいです。でね、もっと僕が嬉しいのは、コメントとかをしてくれると嬉しいです。で、月曜日の朝の6時半から僕ライブやってるので、もしねまだ参加してなかったらぜひやってみてください。何がすごいのかっていうと、そこに入っている人たちがすごいんですよ。僕も今さっき言ってたよね、コミュニティ、こういうような考え方を持っている人たちが集まっているところなんですよ。すっごい人たちがいるから、仲間とか欲しかったらぜひ来るといいと思います。で、瞑想とかもすっごいんだよね。で、瞑想についてはまた別のビデオでお話したいんですけれども、6時45分月曜日の朝、ね、今月は6時45分から瞑想を月曜日のね朝やってます。たまに僕旅行とかしててね、ライブでできない時もあるんですけど、普通はやってるよ。 Alright、 で、インスタグラムもやっているので、ぜひね興味があったらチェックイットアウト。 Alright you guys, thank you so much. Let me know what you think about this video in the comments. コメントでぜひ教えていただければ幸いです。 I love you guys and I'll see you next week.